大雨に備えまして、水の被害を防ぐ水道の技術を習得する訓練が行われました。きなこ。福岡市と土木建設協力会の職員などおよそ200人が参加した今日の訓練は、浸水を防ぐために土を600個を作って積み上げたり、増水した川の水を汲み上げる排水ポンプ車の操作訓練などが行われたんですね。で、18年前の1999年の6月、博多駅周辺が浸水した水害のきっかけに毎年行われています。で、担当者は有事の時に適切に対応し